邪術で忍者を邪水にするとは恐ろしいことだ。停止したようだな。どうもおかしい。先ほどの忍び戦では手加減していたが、それでも停止した。まさか裏で邪水を操っている者がいるのか。まあいい、邪水即残であるべきだからな。だが百花忍太さんは。まあな。バナ。百花忍太さんは邪術を受けてしまったようだ。しばらくは動けないだろう。ランハ、そろそろレンジャーがピノコニーに来た理由を教えてもらいたい。気流忍者さんはすでに何か察しているのか。ずっと疑ってはいたが、今のを見てようやく確信した。巡回レンジャーの大敵、人を猿にしてしまう恐怖の科学者、お前が口にするお猿忍者とは原始博士のことだな。ご明察、お猿忍者さんはお猿忍者さんなのだ。天才クラブ会員番号64、原始博士。彼の本名を知る者はいないが、その悪行は銀河中の誰もが知っている。中でも最も恐ろしいのが人類耐火実験だ。実験に巻き込まれた世界はすでに数十に上る。彼が訪れる前はどの世界も星間航行ができるほど文明が発達していた。だが彼が訪れ去った後、その星々に残されたのは知能が退化した元知的生命体だけだったという。オムニックは機械に、ザスカー人は鳥に、さらに人類の文明も無残に滅ぼされた。かつての人類が猿となり、文明が残骸となった地をさまよっていたらしい。もし今回の件に原始博士が関わっているのなら、一刻も早く列車とファミリーに伝えなければならない。それほどの規模となると俺たちだけでは手に負えないからな。手段を選ばない知恵の指令、少しでも対応を間違えれば恐ろしい結果になるぞ。 100% 正しい分析だ。しかし拙者の見解では、まだ調和幕府に救援を求めるタイミングではない。銀河忍法帳にもこう書かれている。漁網を投げれば魚と網の共倒れになる。お猿忍者さんは姿を現していない。敵もこちらも身を潜めている状態だ。木を蹴りつけて猿を落とすことになるのは良くないだろう。拙者はすでにシルバーガンシュラさんに禁断の地を調査するよう依頼した。安心してくれ、シルバーガンシュラさんは一騎当選の大任侠さんだ。きっとこの任務をやり遂げてくれる。だからこちらは折り紙村にいるニントさんの命を守ることを優先しよう。彼らには戦闘力がない。任侠として目の前にいる人々を救えずに天下を救うことなどできるだろうか。いや、できない。確かに学生たちを放っておくわけにはいかないな。おや、親愛なる演者諸君、ようやく見つけたぞ。なんとガマ忍者さん。おお、この演者のセリフはなかなか興味深いな。ミスター・レック、何か用か。実はハーモニー学部で学園祭の宣伝ムービーを撮影しているのだが、バナシが満足する演者が見つからず、私自らポテンシャルのある学生を探すことになったのだ。例えば君、素晴らしい過去を持つスター、そして君、誰もが注目する大物の演者、さらにこの個性的な演者、諸君にはぜひ出演してほしいものだ。
あのハーモニー話はバナーネモンキーの創造者の一人だ。諸君のような才ある若者でなければ彼女から寵愛を受けるのは難しい。わかった。ミスターレックの推薦に感謝する。俺たちでよければ撮影に参加しよう。そう来なくては。講義は撮影教室で行われる。ではまた後で。そのハーモニー話というのもおそらく黒幕の同僚だろう。それにあのミスターレックも一筋縄ではいかない相手だろうな。拙者も同感だ。飛龍忍者さんは思慮深いのだな。バナンナ。ダメ、全然ダメ。バナバナーネモンキーの5割の気だるさ、3割の可愛さ、2割のあざとさを全く表現できてないわ。私本当に全力で演技したのに、猿を演じるのって難しすぎるよ。失望よ。やっぱり演者を変えましょう。サルちゃんへの熱い愛がなければいくら演技が上手でも意味はないわな。ハーモニー話、候補の演者を見つけてきたのだが、彼らを試してもらっても？あら、素養はあるみたいね。バナバナ、私を失望させないでちょうだい。ふむ、この邪推はドラゴンなのか猿なのか。猿、いいえ、私はハーモニー話よ。ミスターレックに気に入られるなんていいな。プロの監督の目を信じてくれたまえ。では演者諸君、台本を手に取り、話にその才能を見せつけるのだ。バナーネモンキー以外のキャラは重要じゃないバナ。では配役を発表する。まずは主役の勇者モンキー。ミスターレック、私もう一度挑戦してみたい。バナバナ、あなたのパフォーマンスにはもうがっかりしてるのよ。いいじゃないか、この積極的な演者に最後のチャンスを与えよう。ちょうど勇者モンキーもこんなキャラだからな。次は勇者を導く賢者モンキー。炭鉱君、君の気質はこの役にふさわしいと思う。好きにしてくれ。最後は悪役のプレッシャー大魔王だ。そうだな、君に任せよう、ビッグスター君。矛盾を抱えた悪役を演じるのも、自由なセリフ回しを扱うのも、全て優れた演技力が必要だ。つまり難易度が最も高いこのキャラを演じきれるのは君しかいない。待った、拙者の役は。おっと、すまない、脚本にあるキャラは全て割り当て済みだ。だがナレーションにも演者が必要。ランハ君、君に任せよう。任侠である拙者がナレーションか。いいだろう。では演者諸君、準備ができたら始めてくれ。助監督のカメラはもう待ちきれないみたいだからな。準備はできたバナ？なら早くステージに上がりなさい。ミスターレック、撮影準備バナ？では位置について、3、2、1、アクション。低
光あふれる夢の大地、眩しく輝く最高楽譜、ド派手な宴、ここに開幕。ちょっと、あなた何を言ってるバナ？今のは忍びマントラだ。忍びパワーをまとった言霊でセリフを彩れば、きっと100倍素晴らしい映画になる。この学生、やっぱり頼りにならないわね。まあいいわ。バナネモンキー以外のことは重要じゃないから。では、続けよう。人の心が生み出す妖魔、瞬く間に宴が昇華、笑い声が悲鳴に変わり、通りすがりの強者が助け立ち。私の番だ。傲慢で狂気に満ちたセリフを考えないと。私はプレッシャー大魔王、マスター皇帝、圧倒的なミーム、記憶域の歴史に残る悪夢。不合格、大げさすぎるわ。バナ、バナンナ。不合格。勇者モンキーは学園を救うヒーローなの。そんな弱々しいバナガを使うなんてありえないわ。ごめんバナ、もう一度やるバナ。バナ、バナナ。無知なる邪推、悪しき言葉で苦痛をばらまく、怒れる胸郭、我こそはと剣を抜く。バナ、バナ。全然ダメね。サルちゃんはまだ魔王を倒す力を手に入れてないのに、なんでそんなに勇敢なの。ごめんバナ、もう一度やるバナ。バナ、バナナ。私の番だ。猿を罵倒するセリフを言わないと。このクソ野郎、調子に乗るな。バナナ。おお、大嵐の神よ、なんと凶悪な言葉の刃か。忍者の悪辣呪詛よりも恐ろしい。不合格。これ以上汚い言葉を口にしたら、校則違反で追い出すわよ。バナ。強者は地に落ち地辱を背負う。そこに登場、我らがマスター賢者の助言をもたらした。バナ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 ナ。あなたは？あなたのセリフに問題はないわ。次。お疲れ、炭鉱。今しめ胸に刻んだ胸郭、切っ先輝く廃れた宝剣。昨日の敗者は立ち上がり、行くぜ、今こそ悪を切る時。また私の番か。今度は猿を挑発するセリフ。はあ。よ、根性頑強、なかなか上等。それでも所詮は落ちこぼれ。私の実力あんたの数倍、ひざまずかねばその身を粉砕。なんと凶悪で残忍。お主の忍びマントラは半分指令の域に達している。不合格。これ以上演技の講義に音楽を持ち込まないで。バナナ。不合格。ミスターレック、撮影を中止して。彼らにサルちゃんを演じる力はないわ。待って、もう一度チャンスを。あのね、チャンスっていうのはそこら辺に転がってるものじゃないの。お願い、ミスターレックの映画に出るのは私の夢なの。彼の前でそんなこと言わないで。ギガクニントさんの演技には何の問題もないだろう。問題があるとすれば、それはお主の多すぎる文句の方ではないか。勝手なこと言わないで。あなたは彼女を採点するバナッシ。
それとも仕事を与えられる監督？演技の講義で学生の価値を決められるのはこの私だけなの。ミスターレック、撮影を中止してちょうだい。演者を変える必要があるわ。撮影中止？いやいや、このシーンはまだ終わっていない。バナナナ、バナ、またこれ、まるで夢の中にいるみたいな。大丈夫、バナナ。バナナ。バナ？バナナナ？バナイクの効果が出始めたようね。バナナナナナ、バナナ、バナナ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 。おめでとう！あなたたちはあと少しで立派な演者になれるわ。さあ、バナーレモンキーに感謝しなさい。やはりこれも忍者の罠だったか。ドラゴン邪水さん、拙者の両乱忍法に比べればお主の妖術など取るに足らない小細工に過ぎない。あら、どうしてあなたは影響を受けてないの？ああ、教えても無駄な劣等生なのね。ドラゴン邪水さん、拙者の両乱忍法に比べればお主の妖術など取るに足らない小細工に過ぎない。拙者が皆を目覚めさせよう。両乱空手正気弾枠ハンドソード、連撃式。銀河忍法帳にはこう書かれている。忍びハートは岩のごとく、国風の前でも崩れることなく、流言にも侵されぬ。義学忍太さん、自我を失わないよう気をつけろ。これって別のシーン？それともテーマが忍者映画に変わったの？いいや、今がクライマックスだ。ただ少し演者を調整する必要がある。ハーモニー話、今度は君が悪役を演じてくれ。何を言ってるの？撮影中止だって言ったでしょ。中止。カット。私がいる現場では私がルールだ。さあ演者の諸君、クライマックスのアクションシーンでこのダサ作を救ってくれ。望むところだ。わかった。劣等生たち、講義のルールを守れないなら私が更生させてあげる。バナシスタントたち、かかりなさい。この時、強者は忍者の覚悟を知った邪悪な言葉が飛び交う中でも、彼女は二度と歩みを止めない。正義の刃で邪水を切り捨て、自由な学府の縛りを破れ。え、何何？私も戦うの？劣等生はいくらあがこうと社会のお荷物になる運命なの。おとなしくバナーレモンキーになって猿の幸せに浸ってなさい。ふざけたこと。忍びの英人は因果を立てるわけではない。いな、むしろ我らが因果を立たねばならぬのだ。そうだ、邪気を我らの忍法の前で怪人にキスがいい。
爆弦関係、邪水の謀略、天中命中、忍者の活躍、強者が楽譜の才華を払い、宴は昔の姿に戻る。さあ、義学忍太さん、最後の決め台詞を読むんだ。バナじゃない、卑劣な邪気め、貴様の悪言ごときで義学忍太を倒せる忍者の大勝利だ。こいつも止まったようだ。どうも誰かが裏で糸を引いている感じがするな。それでガマ忍者さん、そろそろ説明してくれないか。諸君も気づいていたのか。ではストーリーを次のチャプターに進めよう。この折り紙大学で起こっている悪について、君たちはミームウイルスを知っているか。ミームウイルス、それがバナーネモンキーの正体なのか。ああ、ミーム汚染は一種の電波現象で情報粒子に影響を与える。簡単に言えば、汚染されたものの特定の物事に対する感覚と認識を別のものに変えてしまうんだ。まるで映画のエフェクトのようにな。ミームウイルスは言語、音楽、動画などを通して伝播していく。そして人間とは自然と未知なるものに好奇心を抱く生物ゆえに、そこをウイルスにつけ入られてしまうんだ。たとえ現実世界であろうと、ミーム汚染は人間の思想を変えられる。それが夢の世界ともなれば、人が猿になる悪夢くらい容易に作り出せる。つまり忍者は邪水たちに娯楽に見せかけた媒体を広めさせ、忍徒たちの心に邪術の種を植え付けた。そして教師の座を奪い、忍徒を虐げ、心の中の邪術を発動させたということか。それが繰り返されれば、いずれ折り紙村の全ての忍徒が邪水に同化され、忍者の傀儡になってしまう。なんと無情、なんと無慈悲な陰謀なのだ。あなたたち何の話してるの？それもセリフ？この演者のセリフは少々難解だが、ストーリーの大まかな流れとしては合っている。ガマ忍者さんはとっくに真相を見抜いていたのだろう。なぜ今まで行動を起こさなかったのだ？私は一回の監督に過ぎないからな。軽率な行動は控えるようにしているのだ。恐ろしい悪役を倒すには、諸君のような力のある主役に活躍してもらわなければ。このバナシたちを任命したのは学長代理のバナフェッサーだ。ここで私の話を聞くより、学長室に行って直接説明を求めた方がいい。これからのストーリーを楽しみにしているぞ。これからも私の出番はある？私の作品に出演したいのだろう。それならこちらに来て好きな脚本を選んでくれ。本当？やったー！天守閣で退治する時が来た。ことは一刻を争う。皆の者、忍びダッシュで移動するぞ。サプライズは好きよ。親愛なる学生諸君、予約もノックもしていないようだが、君たちを歓迎しようばな。戯言はそこまでだ。潔く白状するがいい。お主こそがお猿忍者さんの手下の邪水総長さんだと。隣の君、通訳を頼めるだろうか。要するに、折り紙大学にミームウイルスが現れ、学生の間で大規模感染が起こっているということだ。そのミームウイルスこそバナーネモンキー。そしてウイルスを広めたのはお前の手下のバナシたちだ。はあ、この講義
もう少し引き伸ばせると思っていたのだが。否定しないんだな。それでこれは原始博士の陰謀なのか。陰謀？バナナナ、どうやらピノコニーを買いかぶっているようだな。この金の匂いしかしない偽りの楽園など、博士の崇高なる人類実験にはふさわしくない。ここで行われているのは、この私二級研究モンキーの卒業研究、ミームによる人類退化実験だ。研究は順調そのもの。ここの人間たち、特に学生のような若者はバナーネモンキーが大好きだからな。彼らは新しい共感覚無境バナーネの時を作り出し、その夢の成長、拡張、進化を導く触媒となるのだ。お猿屋が天下の民を苦しめるのは、ただ邪水がのさばる邪悪な帝国を作りたいからなのか？君の言葉は本当に分かりにくいな。もしかして私を罵っているのか？まあいい。凡人には人類退化実験の偉大さなど理解できまい。指導を始める前にちょっとしたテストをしよう。君たちはバナナの繁殖方法を知っているかね？ひどい忍術だな。市場に出回っているバナナはほとんどが食感を良くするために栄養生殖されたものだ。種もなければ花粉もない、地下茎を株分けするという形で育てられている。正解。豪古博期前、博識学会によって人類が完璧だと思えるバナナの品種が作り出された。それがゴールデンネバナナ。ゴールデンネバナナは瞬く間にフルーツ市場を席巻した。それは栄養豊富で味は甘美、さらに皮は金色の光を放っている。そのバナナを栽培する農園は夜になると黄金の時のように輝くのだ。だがそのバナナは絶滅した。そうだろ？ああ、人工的にしか繁殖できない根バナナに進化の可能性はなく、むしろ全てが同一の遺伝子を持っているために一斉に同じ病気にかかりやすいという弱点があった。そしてある時から根バナナにとって致命的な宇宙真菌が生産ライン上で広がり始め、この宇宙を支配していた種はわずか数ヶ月で絶滅したのだ。お前は人類も同じだと言いたいのか？そうだ。ネバナナは繁殖力が極めて強い。グリーンのバナナから改良された種、人間の介入さえなければこのピノコニーのようにもっと多彩な光を放っていただろう。しかしここの人々は文明の粗末な模倣を選んだ。立ち並ぶ高層ビル、拡張を続ける都市、インフレする通貨、やがて彼らは自ら宇宙市場を構成するピースの一つになり下がった。ゴールデンネバナナのようにいつまでも変わらない脆弱で何の取り柄もない存在となったのだ。ピノコニーは間違ったバナイクを受けてきた。ゆえに博士は道を誤った世界を可能性あふれる灰に戻して、もう一度成長するチャンスを与えようと考えた。これこそが人類退化実験なのだ。拙者はそれの被害に遭った生計を訪れたことがある。一つまた一つと星を渡り歩いたが、
口を聞ける忍者などどこにもいなかった。いたのは邪水だけ。お主はよく知っているはずだ。彼らは生まれつきそうだったわけではないと。さっき通り過ぎた猿は数年前までは船乗りをしていて、いつも自分で作った酒を飲んでいた。遠くで他の猿と果物の取り合いをしているのは、かつていた星で一番の知恵者だった。彼は人間が空を飛ぶ方法を知っていたのだ。しかしこれからは猿として生きるしかない。気のせいか、君普通に喋れるようになったようだな。それともこの光景を見て昔のことでも思い出したのか。博士は天才だ。彼の理想は崇高であり、必ずや実現する。それとは反対に、愚かな凡人は非現実的な幻想にすがり、文明の進化を妨げる。人も物もそれぞれの役割を果たさなければならない。かなりの時間が経ったはずだが、まだその道理が理解できないのかね。博士の失敗作くん。ち、お前の陰謀はここで終わりだ。随分と自信があるようだな。一つ聞くが、諸君はなぜ私が君たちの茶番を放置していたのか考えたことはあるか。折り紙大学はただのシャーレだ。捨てることになったとしても何も惜しくはない。ただそれを使って実験室に入った害虫を一網打尽にできたなら、物の役割を果たしたと言えるだろう。バナバナ、講義はこれで終わりだ。これほどの栄誉が終わらせるのはもったいない。演者の諸君、次のシーン移ろうではないか。何をしている、メモキーパー。親愛なるプロデューサー、君のリクエストには全て応えた。約束通り、この芸術性皆無な呪いを解いていただこう。リクエスト？いやいや、リクエストに応えたと言えるのは、あのバナナ化しない頑固な猿たちを渡してからだろう。それはおかしい。私は苦労してファミリーの監視の目をかいくぐり、諸君を学校に潜入させ、君たちを悩ませるレンジャーの問題も解決してやっただというのに、今度は演者の所有権を渡せというのか。彼らは皆期待の盟友だ。まだまだ掘り下げられるストーリーが残っているというのに、このまま退場させるわけにはいかない。ミスターレック、これは相談ではない。私に猿の意見を聞く義務などないのだ。3システム時間もしないうちに君は学生たちのようにバナーネモンキーになる。監督としてのキャリアを終わらせたくなければ、素直に彼らを引き渡せ。 NG、断る。バナフェッサー、
なぜ私が君たちの手に落ちたのか、わかるか？博士の行方を突き止めたことは褒めてあげよう。だが、こそこそ後をつけても気づかれないと思うのは、いささか傲慢すぎるのではないか？君の資質は実験動物の基準にも満たないのだぞ、大監督くん。残念だが君の脅しに意味はない。私は素晴らしい映画を撮るためならいくらでも危険を冒せる。芸術に身を捧げる覚悟はとっくにできているのだ。一度クランクインした以上リスクを背負うのは当然のこと。たとえクレジットの名前に探検譜をつけられることになろうと、真の監督なら撮影を中止することなどありえない。結局のところ君も決して届くことのない夢のためにもがく哀れな猿でしかないのだな。ならばその身を捧げる準備をするといい。憎しみとは全ての弱者の弱点である。ホーリーバナナ、またか。これこそ私がバナーネモンキーから学んだことだ。よく考えてみてくれ。私たちが感じる喜び、悲しみ、そして一瞬のインスピレーションは全て体内の伝達物質の変化に依存している。特定の手段を使えばその物質が合成されまた分解される。つまり少し手を加えるだけで人の心を変えることだってできるということだ。そこで私は結論を出した。どんなに思慮深い行動でもジャンプという単純な動作より高度とは言えないのだと。何言ってんだ。俺は他の場所を渡るぜ。わかった。あれ、ちょっと待って。ねえ、どこ行くの？せっかく内部推薦してあげたんだから割れ目立ちするのはやめて。せめて人に銃を向けないで。ありがとな、七死人のジョーちゃん。まさかあんたの発言権がこんなに強いとは思わなかったぜ。請求列車は今猿の開拓でもしてんのか？こんな才能別に欲しくなかったけどね。でもバナシスタントがうちは優秀な人材だって言っていきなり高ランクの部員賞をくれたんだ。はあ、思考の放棄を提唱する部活で才能あるって言われてもな。別に間違っちゃいねえだろ。さっきのあんた夢中で聞き入ってたじゃねえか。興味本位で聞いてただけで別に信じてるわけじゃないもん。あの人たちの言葉って全然言い踏んでないし絶対デタラメだよ。っていうかあんたはどうやってここを見つけたの？サルちゃんが好きってわけでもなさそうだけど。え？大好きだぜ。ホーリーバナナ、レンジャーはな、サルを見たらその場で宙返りするくらい喜ぶんだ。この人は指名手配犯を追ってるの？だから保安官みたいな格好してるのね。指名手配されてるのはこの人の方っていうか。え？ま、ゆっくり説明してやんね。俺はそこら辺を見て回ってくっからよ。Thank you.
ナナ。どこも怪しいところはねえな。逆にバナナンが怪しいぜ。七しびとのジョーちゃん、ちょっといいか。ちょっとってここじゃダメなの？あ、気にしないで、美月さん。私はあっちで待ってるから。はあ、やっと落ち着いたところだったのに。あ、マジで俺を人畜無害なお人よしだと思ってんのか。ふざけた大学ごっこはやめにして、そろそろ本題に入ろうぜ。七死人、そっちの進捗は？てか、いつから原始博士に目つけてたんだ？原始博士？そうだね、情報交換しよう。あんたから先にどうぞ。なるほど、やっぱりそうだったんだ。予想通りだね。それでドリームリーフで何か収穫はあった？いや、何もなかったが、それならそれで構わねえ。こういう時の解決法はどうせ一つしかねえからな。お互い爆発を踏んできた者同士、これ以上は言わなくてもわかるだろう。うん、ちゃんと分かってる。話が早くて何よりだ。じゃあ、うちの上級部員にして。今の流れって冗談言う感じだったよね。なんでそんなおっかないこと言うわけ？え？冗談じゃねえからに決まってんだろ。ここにいんのがカンパニーの犬どもだったらとっくにぶち抜いてたぜ。だが、どこを見ても目に入るのはガキばっかだからな。さすがに手は出せねえ。原始博士はよく関係ねえやつを盾にする。同じ策には一回ハマれば十分だ。そんなこと言って今回も策にはまろうとしてるじゃん。銃が後発する瞬間が見たことはあるか？タイミングが悪けりゃ弾を撃ち込まれるより効く時があるんだぜ。あの部活の裏でどんなバナナン野郎が糸を引いてんのかは知らねえが、ドリームリーフに響く雑音からしてそいつはこの場所に興味を持ってるはずだ。俺らが本気で暴れりゃ向こうもじっとしてるわけにはいかねえだろ。他に方法がねえなら俺の案で行かせてもらうぜ。優秀な部員さんよ。あるにはあるんだけど、まずは落ち着いて一度モンタナに会いに行こう。優しく接してあげてよね。機会だから改めて紹介するね。この人はブートヒル。さっきはちょっと誤解があったかもしれないけど、本当はとってもいい人なんだ。大丈夫。後で思ったんだけど、ピノコニーって宇宙各地から観光客が来るから、どんな人がいたっておかしくないのよね。そうそう、うちも何度か指名手配され、いや十何回か。まあいいや。本題に入るけど、今日ってバナーネ部のお偉いさんの講座があるって言ってたよね。それって今からでも間に合うかな？違うわ、美月さん。あれは講座なんてものよりずっとすごいんだから。あれは権限なの。次は真のバナーネモンキーを見られるのよ。バナナか。じゃあ今までのは偽物だったってのか？ううん、そうじゃなくて、
バナーネモンキーは一瞬で大流行したから、その起源がよく分かってなくて、今でもいろんな憶測が飛び交ってるの。でも唯一の起源は必ず存在する。そして私たちはそれを目にすることができる。無駄に変な定義を付け加えられてない本来のバナーネモンキーの姿をね。よくわかんないけど、なんかすごそう。学生の中にも権限に参加したことがある人はいるわよ。その人たちはなんて言ってたの？何にも言わなかった。でも彼らは、そうね、強いて言うなら世界の果てにでも行ってきたような雰囲気があったわね。みんな幸せになってて、すごく羨ましいわ。そりゃ面白い。何が何でも会いたくなってきたぜ。なあ、その権限ってのが始まるまでまだ時間はあるんだよな。ちょっと、あんた今度は何するつもり？おい、見えてねえのか？バナ、バナナ。よう、兄ちゃん。バナ、バナナ。たかがテレビ見るためにそこまですんのか？あ、戻ってきた。これがモンタナの言ってた権限みたい。バナーネモンキーに会う唯一の方法はバナシスタントとリンクすることなんだって。お待たせしました。おや、他にもバナーネモンキーに会いたい部員がいるのですか？え、会いたいのは俺だけだ。はあ、またそうやって便乗しようとして。バナーネモンキーのことをよく知らないとリンクできないらしいよ。君は見ない顔ですが、一般の部員ではありませんね。ええ、俺には才能があるって言われてっからな。え、才能がある？俺はホモハビリスクラスの部員、ナンバー244の三月なのかだ。ああ、君の噂は聞いていましたが、君には本当の意味で本源に踏み入るポテンシャルがありそうだ。さあ、こちらに来てください。ちょっと何してんの？こうすりゃ手っ取り早く黒幕に会えんだろ。外の見張りは任せたぜ。答えは簡単。この方は誰よりも過去に戻りたがっているのです。うん、バナナがどういう意味だ？権限ってこれで終わりか？またお会いしましたね。今までに見た一番ボロいバーでもここよりは立派だったぜ。これのどこが権限なんだ？美しい幻想で人を欺くのは卑劣な行為。それはバナーネモンキーが人々に伝えようとしている精神とは
正反対にあるものです。多くの部員がここを訪れ、何かを得ようとしました。真理、幸福、平穏。ですが、ここに答えはありません。あるのはたった一つの質問だけ。これによって、君はさらに不幸になりますか？何言ってんのかさっぱりだね。ご心配なく、今から詳しく説明しますので。例えば、君にモルトジュースを飲むのをやめろと言ったら、まず何を思いますか？とりあえず一杯飲む。そうですよね。今この瞬間、君はそう思っているはずです。やめろ。クラシックってのは永遠に変わらねえもんだ。そういうのってにじゃん。たまには新しいもんを試してみるのも一興だろ。どんな時でも自分を見定めることは大切です。ほら、これが質問された時に君が思い浮かべたものですよね。しかし、どちらを選んだとしても心残りはあるでしょう。なので、現実ではありえない状況を想像してみてください。モルトジュースへの依存がなければ、この質問をすることも、そこから二つの思考が生じることもありませんでした。ここで改めて質問しましょう。これによって君はさらに不幸になりますか？バカなか。どういうことだ。マジで飲みてえ気持ちがなくなったぞ。人の頭を勝手に引っかき回しやがって。道理で共感覚ビーコンがバグるわけだ。こんなゲートこいつにできるはずがねえ。裏に隠れてる奴はどこにいる？次はより複雑な問題に目を向けてみましょう。例えば君の憎しみ、カンパニーに対する憎しみとか。まさに消えることのない怒りの炎と言えるでしょうね。分かってんなら何か言う前に少しは考えろ。火遊びが過ぎると自分まで焼かれちまうぞ、バカなが。まあまあ、そう焦らないでください。バナーネモンキーは許せだの憎しみを捨てろだの口先だけで説教することはありません。バナーネモンキーは君の復讐を応援しています。そう、今のように。気分はどうですか？ふざけんじゃねえ。偽のターゲットなんか倒して何が楽しいんだ？言いたいことはわかります。ですが、少しでも気が晴れることをすればリラックスできますよね。リラックスすればするほど、人は耳に痛い忠告も聞き入れられるようになるのです。では先ほどと同じように、現実ではありえない状況を想像してみましょう。復讐のために生きる者が憎しみを失ったら何が起こると思いますか？これによって君はさらに不幸になりますか？バナナか、へりくつこねやがって。だが、どういうことだ？あんま悪い気分じゃねえ。ああ、そうだな。誰があんなこと気にするってんだ？いいですね。君は理解するのが早いようだ。では、次の講義を始めましょう。巡回レンジャー。憎しみはそう簡単に消せるものではない。それは理解しています。これは最も難しい講義になりますので、私がそばにいるようにしますね。早速始めましょう。レンジャーさん、これによって
君はさらに不幸になりますか。言ってることはよくわかんねえが、あんた、なんか面白い格好してんな。兄ちゃん初めて見る顔だが、名前は？初めてではありませんが、そうですね。私のことは、プリモン教授と呼んでくれ。へえ、教授様か。私は一階の研究モンキーに過ぎない。そして君は、間もなく私の研究報告書に記載される実験対象となる。折り紙大学の茶番を終わらせるのは簡単だが、何より大事なのはここ、ドリームリーフだ。君という変数を抹消するためでなければ、わざわざ実験のペースを緩める必要もなかった。だが、この講義も、これで終わりだ。さあ、進むがいい。君の人生の新たな幕を開けるために、私は終点で待っている。いわゆる知恵とは、常人では決して耐えられない呪いだ。故にそれを失ったところで、君はさらに不幸にはならない。色を失っても君はさらに不幸にはならない。音は君の邪魔になるだけだ。が手にするはずだった幸せを葬った。動かないで。もちろん動かないと。武力に訴えることが目的ではないからな。私は征服するためではなく、証明するためにここに来たのだ。証明って何を？私は自分の論点を証明する。そして人々の渇望に応えるのだ。モンタナ？ミツキなのか。あなた何をしようとしてるの？ちょっとモンタナ、まだわかんないの？あんたの後ろにいるのは悪いやつなんだってば。どうしてそんなこと。私あなたもバナーネモンキーが大好きなんだと思ってたのに。あなたはバナ？モンタナ！とりあえず
ここを離れよ。好きにしたまえ。君が証明の最後のピースを埋めてくれることを楽しみにしている。は？意味わかんない。こっち。ぼーっとしてるみたいだけど、まだ寝ぼけてるの？バナナな。何こいつら、なんで道塞ぐわけ？ここを離れるのは構わないが、実験サンプルを勝手に持ち出そうとするのは感心しないな。実験サンプル？いかにも。改造によってサイボーグと化した体は生身の肉体と違い、物質的な退化はしない。その鋼のように揺るぎない心はいかなる侵食にも抵抗できる。この巡回レンジャーがどんな姿になるのか、実に興味深い。まだ戸惑っているようだな。それは猿になって理性を失った人々が私に操られていると考えているからか。だとしたら、彼も操られている可能性があるとなぜ疑わないのかね。じゃあ、巡回レンジャー、すまないが、このお嬢さんを撃ってくれないか。嘘。ちょっと待った。殺人は違法だぞ。まして、こんな綺麗な嬢ちゃんに引き金を引けるやつなんているわけねえだろ。ああ、もしかして今俺が主役とか。この銃のせいか。悪くねえ銃だが、こいつで人の命を奪うのはごめんだ。あんたらのトラブルに首を突っ込むつもりはねえ。じゃあな。じゃ、まさかあんたが見せたかったのってこれ？ああ、君も知っての通り、ここはただの夢だ。たとえ夢の中で猿になったとしても、現実の肉体に生理的な退化が起こることはない。彼はその鋼のごとき強靭な精神力を持って、より貴重なサンプルとなったのだ。彼の精神は壊れなかった。そして今ここに立っているのは猿でもなく、巡回レンジャーでもない。今の彼はまだ故郷が無事だった頃、何不自由なく草原で暮らしていた過去のブートヒルだ。不完全な対価、実に興味深い。記憶から推測するに、ブートヒルが初めて盗賊を撃ったのはこの状態から約10年後のことだ。なんと奇妙なことか。スウィートドリーム劇団にしても、私にしても、銃を持った彼の前では無力そのもの。だが彼は撃とうとしない。引き金を引く力は体ではなく心に宿る。ただの子供の彼はまだ人を撃つ覚悟ができていないのだ。さて、カウボーイ君、こちらへおいで。共に最後の課題を完成させよう。原始博士の味方をする巡回レンジャーに、培養によって生まれた裏切り者、また素晴らしい論文が書けるはずだ。夢？ダメ！言っちゃダメだってば！静かに、お嬢さん。調香するときはきちんとマナーを守りたまえ。
バナナナ。何こいつら、なんで道塞ぐわけ。これは夢でも見てんのか。ああ、君の記憶に基づいて。そういえば最後の記憶は何だね。遊牧していた時か、それとも薪割りしていた時か。いや、確か熱々のシチューを食べてた。妙だな、いつの間に寝ちまったんだ。まだやることが山ほど残ってんのに、またニックに蹴り起こされちまう。その名を口にするのも久しぶりだろう。それもそうか、今の君にとってカンパニーの暴虐は遠い未来のことだからな。はあ、何言ってんだ。まったく変な夢もあったもんだぜ。とにかく君は現実に戻らなければならない。どうだね、夢から覚めるのは辛いか。辛い？まさか。残念ながら夢の中にいるやつは俺の暮らしてる大地を見れねえが、あそこはな、誰だって自分の死地はここがいいって思えるくらい綺麗な場所なんだぜ。まだ若いというのに面白い表現を使うな。別におかしくはねえだろ。人間ってのは自分を慰めることを学ばなきゃなんねえ。いずれ死ぬってことを受け入れることもそのうちの一つだ。アルガン・アパシェには死とは万人に降り注ぐ最も公平な愛であるっつーことわざがあってな。死ってのはお人よしにとっては高潔を保てるもので、悪党にとっては全てを終わらせてくれるものってことだ。なるほど、つまり君は死など恐れていないということか。ではこちらに手を出してくれ。君なら最も公平な愛を宇宙の隅々まで広めてくれるだろう。原始博士の名のもとに。これが最後の教えだ。君に博士の哲学を徹底的に叩き込もう。そして一つの星が哀れにも消えることになる。オーケー先生。ただ一つ言っておかなきゃなんねえことがあるんだ。外しちまうんじゃねえかって心配してたんだが捕まえたぜ。これなら絶対に外れねえ。何？バカな。確かに退化したはずだ。たぐ、さっきまで万が一あんたがいいやつだったらって気が気じゃなかったんだぞ。だがこれで分かった。死ぬ前にバカななんて言うのは悪党くらいだからね。俺は耳が遠いわけじゃねえ。ベラベラ大声で喋ってた時、俺が善悪を区別してるかもって考えなかったのか。マジでニックの言ってた通りだ。復讐に理由なんざ必要ねえ。この世に学ぶ必要のないことが一つだけあるとすりゃ、それは悪党を撃つことだってな。なぜこんなことが。まだ子供だというのに。生まれながらの悪党だろうと、初めて人を撃つときはためらうはずだろう。あんた一つ誤解してるぜ。血に濡れた指名手配犯と引き金を引いたことのないカウボーイにはある共通点がある。それはそいつらには同じ本能があるってことだ。悪を撃つっていう本能かな、ベイビー。超感覚ビーコンをいじったんだろ、ハニー。特別に一つ秘密を教えてやるぜ。今
から一発の弾丸であんたを愛する。この言葉は改ざんなんかされちゃいねえ。マジで思ってることだ。人は万人に降り注ぐ最も公平な愛で、特にあんた見てな、どんどん落ちてく可愛い子ちゃんにとって、自分の実力、ふっ、弱い弱い。これは死のいいとこの一つだ。どんな苦悩や理念があろうが、あんたが死んじまえばそれを聞かずに済むからな。あ、いや、この感じちょっと来るの遅かった。それは今終わったことに対して言ってんのか、それともこれから起こることに対して言ってんのか。これから始まる。あ、そうだった、助けを呼んでこないと。あんたの頭も急いで見てもらわないとね。な、必要ないっつーの、ベイビーが。あ、共感覚ビーゴンが治ったのか。ホーリースイート、やったぜラブリー。え、それってこいつを壊したら治ったってこと。なるほど、じゃあバナシスタントが直接あんたに影響を与えてたんだね。どんなに複雑に見えても蓋を開けてみりゃ案外シンプルだったってケースはザラにある。だから人ってのはそんなに賢くなる必要はねえのさ。行くぞ、鳴らし人。援軍を呼ぶ必要はねえ。あちこちで撃ちまくれば解決するってんなら、ピノコニーで俺よりうまくやれるやつはいねえだろ。